こんにちは。今日はトリニアロマさんに世界子どもの日チャリティーウォーカーズランに来ていただきました、はい、ありがとうございます。先生も朝から今日はね、あいにくの雨なんで、ね、そうですね。ドラム結構やってるよね。そう、これ今年で7回目です、ね、はい、すごい、はい、世界子どもの日っていうのがありますので、はいはい、それが明日なんですね。11月20日が国連の決めた子どもの日なので、はい、子どもの権利を子どもの権利を持ちたいですね。はい、そういうことでやってますね。素晴らしいです。子どもたちもやってましたね。はい、たくさん出て、雨にも関わらず、そうですね、こんな雨でも負けず、はい、はい、素晴らしいなと。はい、ありがとうございます。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。はい、今日はあいにくの雨になってしまいましたが、そのような中でも皆さんご参加いただきまして本当にありがとうございます。1時間前にウォークのスタートを始めたんですけれども、その時は残々無理ですごく大変だったんですけれども、少しだけ良くなってきたかなというところで、このままお天気そんなに降らないで最後までいけるといいなというふうに思っております。足元は悪いかもしれませんので、ぜひ最後まで気をつけられて進めていただければと、怪我のないようにというふうに思っております。で、まあ人生はですね、雨の日もありますし、それから天気の日もあるということで、今日は雨の日ということなんですけれども、まあ、私たち人権団体はですね、まあ、主に雨の日というかですね、まあなかなか大変な状況で辛い思いをしていらっしゃる方々が日本の国内にも、それから世界にもいらっしゃいます。そういった問題について一つずつですね、解決する方法を考えたいということで活動をしております。特に今日はフォーカスは世界子どもの日が明日ということで、私たちですね、子どもの人権の問題ですね、子どもの貧困の問題であったり、それから日本国内でも海外でも騙されて売られてしまう、搾取されてしまう子どもたちたくさんいます。そういったことを許さないということで活動をしております。また私たちの活動、重要なところ一つでいうかですね、戦争ですね、紛争下での人権の問題というのがありまして、今もですね、イラク、それからシリアといったところでですね、民間人、特に子どもが殺されたりしております。そういった被害をですね、なくすということも重要な私たちの活動でして、そしてそういう中でもう少し平和な世界を作っていきたいなというふうに思っています。今日はそんなことを考えながら走っていただければというふうに思っています。今日ちょっとご紹介したいんですけれども、私たちの、女性それから子どもの権利ということでご一緒に活動していまして、10月11日が、国際ガールズデーという日だったんですけれども、ガールズデーのですね、イベントで、登場いただきました YouTuber のくるみアロマさん、ご紹介したいと思います。今日ちょっとですね、 YouTube 画像を撮っていただいたりすると思うので一言だけお願いいたします。はじめまして、くるみアロマという名前で YouTube をやらせてもらってます。簡単に自己紹介すると、私はアロマっていう名前にした理由が、植物の方向で、見返りを求めなくて、こう人々に優しさを与える、そんな素晴らしい存在っていう意味で、それはもう人々も同じそんな存在っていうのを伝えたいっていう気持ちで、ちょっと毎日動画をアップさせていただいております。今日は、皆さんの走ってる姿とか笑顔を、一人一人のこう個性を撮りたい、見たいっていう気持ちで、参加させていただきました。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。頑張ってください。雨の中本当に、素晴らしいと思います。本当この活動にみんな参加して、今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今一緒にですね、日本の中における女性や少女がいろいろな形で苦しんでいる、それを解決しようということで、私たちパートナーシップを組んで一緒に活動していますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日は最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。